1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。4月21日、任天堂がゲームボーイを発売。1989年4月21日、任天堂から携帯型ゲーム機ゲームボーイが発売されました。およそ1200万台以上売り上げたゲーム&ウォッチに続く2機種目の携帯型ゲーム機は、遊ぶソフトを交換できるカセット型として登場。またゲームボーイ用カセットとして、スーパーマリオ、テトリスといった作品は絶大な人気を誇り、加えて乾電池4本でも本体が稼働し、ゲームができる手軽な便利さも受け、日本のみならず世界中で大ヒット商品となりました。ちなみにゲームボーイは子供をメインターゲットにした商品だったこともあり、本体の強度を維持するため厳しい耐久テストがあったそうです。また1991年に起こったイラク・サダム・フセイン政権対アメリカを中心とした多国籍軍の戦争となった湾岸戦争の際に、任天堂は発売間もないゲームボーイをアメリカ軍兵士の暇つぶし用として提供しています。その後、空爆による影響で倒壊した兵舎からゲームボーイが発見されましたが、外装はひどく焼けただれていたものの、内部は問題はなく正常に作動したほどの強度だったエピソードが残っています。ネッシーの写真が初掲載。20世紀最大のミステリーとして世界中で話題になったネッシーの写真は、1934年4月21日に初めて写真が雑誌に掲載され、大きな話題を呼びました。正体については様々な説が唱えられていましたが、すでに知られている動物や船舶、流木、単なる加工写真やデマ、捏造であるということが有力視されるようになり、現在ではいないものという結論に至っています。民放の日。1951年4月21日、日本で初めて民間放送局16社に放送予備免許が与えられ、民放放送がスタートする最初の一歩となったことを記念して、1968年に日本民間放送連盟が放送広告の日として制定し、1993年に現在の民放の日として制定されました。この日本民間放送連盟も1年後である1952年の4月21日に設立されました。毎年4月21日から4月27日までの1週間は民放週間となっています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。